アワマルは日本国有鉄道四国総局高船舶管理部に在籍した客はじめ車両都船、船名フアザ、JG2436、瀬戸丸型車載客船3隻の老朽取り替えと増え続ける価格需要に対応すべく建造された伊予丸型4隻の第3線、三菱重工業下関造船所で1967年9月14日、竣工し、 10月1日に就航した、同型船には、イオマル、トサマルと、サヌキマルがある。船体ブト色の赤は、泡踊りの情熱を表したものとされていた。1987年の国鉄分割民営化に、あたっては、四国旅客鉄道株式会社に継承された。1988年4月の、瀬戸大橋線開通による、宇航航路普通便の廃止により、 カーフェリーに改装され、インドネシアの JM フェリーに売却。チチアン・マーニーでは、両言とも、同部の開口形状を下方を向けた。ありがとうございます。